皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、ジェラセリーグ阪神01巨人、23日、甲子園、甲子園の完成に負けじと、大勢はおたけびを上げ、ガッツポーズを決めた。1対0の9回1イニングを1安打無失点、1から0勝利を締めくくり、会心の27セーブ目を挙げた。動画 誕生日を迎えた大勢がダンスを披露勝利への執念が溢れ出た。西から糸原の打球に反応し、利き手の右手に当てて安打となった。怪我をしてしまったらダメですし、プロの投手として失格。小林、誠治さんにもロッカーでこっぴどく叱られましたと反省したが、声援もすごくてアドレナリン出ちゃって思わず。気持ちの表れだった。甲子園の登板は延長10回。 佐藤暁にサヨナラだを浴びて敗戦投手になった4月18日の阪神戦以来、ニューデーズですよ、毎日。と常に新たな気持ちでマウンドに立つ守護神は、2、2塁をしのぎ、悔しさを晴らした。一つでも多く勝つことが大事になってくる。歓喜の瞬間、マウンドには背番号15がいる。水上千恵、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。